はいどうも、秋田健です。絶賛沖縄編の最中ですが、本日は別件です。キスフォール2022秋物新作が9月17日にリリースされました。先日こちらの動画で秋物一発目と博物館のマンプロをご紹介しましたが、実は数回に分けて季節物のインラインの新作リリースしていきますので、またまとまって秋物が出たので見に行ってまいります。店の前のディスプレイも新作に衣替えされておりました。なんなら足元もですね、通常はキス東京開店の際にリリースされたこちらのフォースワンをマネキン履いてますが、今回は9月の19日から発売されるアディダスコラボのものに変わっておりました。3種類リリースされても完売のモデルもあるようです。はい、それでは早速入店し新作を見ていきましょう。お邪魔いたします。はい、では早速新作見ていきます。今回の目玉アイテムの一つでしょうか、タペストリージャケット。パンツもあるのでセットアップでコーデが可能です。秋の訪れを知らせる季節に合ったカラーで、くすんだ花柄が色っぽいです。これはジャケットは羽織るだけで、パンツは履くだけで雰囲気出ますね。ウェブだとすでにソールドアウトになっております。続いてストライプシャツ、ボルドーカラーが組み込まれ秋仕様になってます。太さの異なるストライプが洒落てますね。裾部分にキスの刺繍もございます。そしてこのモデルも同色のパンツがありました。大きなポケットがあり、機能性もグッドです。後ろにはサテンのロゴもついております。続いて2022年のフォールアイテムはゾーン系のアイテムが結構出てます。こちらのシャツはモデルレオパード、 CP0 のリーダーロブルッチになれます。こちらも裾部分にキスの刺繍、素材がコットンコーデュロイのようで手触りですし、季節感も出ますね。続いてゾーン系のシャツが続きます。これいいですね。どれも良くていつも迷っちゃうんですけど、今季アイテムの秋田県推し一つ目のシャツ、モデルウルフ、 CP0 のジャブラになれます。見てください、この写実的タッチ。しんしんと雪の降る森の中、闇夜に浮かぶ狼の群れ、イケてますわ。こちらも裾にキス刺繍がございます。でこれもかっこいい、秋田県推し2つ目イケメン店員さんもめっちゃかっこよく着こなされてました。狼と同じ構図で力強く生き生きとした馬が描かれてます。この馬たちは飼い慣らされた馬じゃないですね。血がたぎってる野生の馬だと思います。背景の赤と相まって生命のエネルギーを強く感じます。筋肉の躍動を感じます。さっきのが冷静の狼とするなら、こちらは情熱の馬。中学の合唱、野生の馬歌いたかったです。続いてブルーが鮮やかなコーデュロイシャツ、モロッコ風のデザインが前面にプリントされております。はい、こちらはシェリンドンシャツジャケット 3.0。 昨年は冬物でシェリンドンジャケット、このカラーをこの動画内で購入いたしました。今季もめっちゃ着ます。ポケットがフロントに追加されてたり、ボタンの構成などアップロードされてますね。内側がウールのようなシェルパ生地になっていて、あったかそうです。次に横ストライプに折られたジャケット、こちらも前面に4つポケットがあり、ジップで開閉するスタイルのようです。こちらは銅柄のパンツもございます。続いてこれは画像と実際見るのとではだいぶ雰囲気変わると思います。画像より現物の方がはるかに魅力的、光の当たり具合で見え方変わるのが動画の方でも伝わるかなと思います。めちゃくちゃかっこいいです。そしてシャツに続きレオパードアイテム2つ目です。カーディガン、これは先ほどのシャツと同デザインのフーリーです。生地と型が違うだけでまた印象が全然変わりますね。続いてこちらは使い勝手のいいフルジップタイプ、都内くらいの寒さなら真冬でもいけるんじゃないでしょうか。こちらは白ベースに鮮やかな花柄のフーディー、画像を見る限りちょっとクリーム色寄りのホワイトに見えたんですが、実物は結構綺麗な白で、これも画像と実物印象が結構異なりました。こちらは秋らしい枯葉カラーのフルジップ、ウェブの方だとフルジップタイプどちらもソールドアイトになっております。ピンストライプのグースダウンジャケット、こちらも首の後ろにキスロゴが配置されております。続いてとても手の込んだジャケット、デニム生地全体にベロアのペイズリー模様が描かれております。これも角度によって見え方が全然違うので、ぜひ店内で実物を見てほしいです。続いてアニマル系のアウター、膝下丈のレオパード柄のコートです。こういうのかっこよく着こなしたいですが、なかなか秋田県にはハードルが高そうです。そしてこれルックブックで見た時驚きました、
イタリア製のナッパレザーを使用し、全体に特注のペイズリー柄のデボス加工を施した膝下丈のレザーのコートです。かっこよすぎます。同じ作りで丈の違うジャケット、パンツ、ショーツ、インラインで現れたレザーアイテム系も今季目玉の一つではないでしょうか。そしてこちらのシャツジャケットはちょっと光沢感があって耐水性の素材のようです。ダウンも詰められていて保温性も兼ね備えたアイテム、色違いでブラックもございます。全体にヘビーウォッシュ加工並びにダメージ加工が施されたデニムシャツ、これもめっちゃかっこいいですよね。秋田県推しの一つです。ラグビープルオーバー3色展開になっております。厚手のコットンを使用し、ヴィンテージのアスレチックスタイルを参考にしたリラックスシルエットで仕上げられているようです。フロントには最近のアイテムと比較するとかなり大きめにブランドロゴが刺繍されております。続いて毎年恒例総柄ニット、僕は2年前の FW で出たこのニットを持ってます。これがあまりにも調子良すぎて毎回注目しているデザインです。今期のものはロゴが胸に刺繍ではなくて裾にラベルがつく形に変更されてました。はい、次にキスロゴのモノグラムデザインのデニムジャケット、そしてコットンナイロン生地で柔らかい手触りのフーディー、カーゴパンツが2カラー、そして毎期手を変え品を変え出るタートルネック、こちらも3色展開。首が守られるだけで意外と体感温度結構上がりますよね。そんな中こちらはかなり通気性のいい素材を使用しているようで、重ね着しても蒸れたりしづらい、僕みたいな暑がりには助かる仕上がりになってます。どのカラーもいいんですけど、思い切ってこのオレンジとか着こなせたらかっけーすわ。今後このカラーでタートルが出る可能性ってなかなかないかもしれないので、今抑えた方がいいかもしれないアイテムですね。はい、出ました、こちらも秋田県気になる推しの一つ、コットンコーデュロイの通称可能性無限大シャツ。暖色系でこちらはまとめられていて、色合わせの際いろんな活かし方ができそうな楽しい作りになってます。こちらは寒色系カラーを取り入れた色違い、これ思ったんですけど過去紹介したこのスニーカーにめっちゃ合いませんか。このスニーカー僕も愛用してる一足なので、このシャツも気になってます。続いてナイロン生地のコート、太ももの真ん中ぐらいの長さで重ね着しやすいゆったりとした作りのようです。そしてコットンナイロン製のヘンリーシャツ、脇の下がメッシュになっていて長袖ながら通気性を高め涼しげな仕様になっております。セットアップのパンツも2カラー、さっきのシャツと同系色のシワ加工をしたナイロン生地のジャケットです。そしてそれに合わせたカーゴパンツ、カーゴショーツもまだ新作がございました。そしてワイドシルエットのカーゴパンツ、裾は調整可能なタイプ、結構多めの5色展開。そしてキャップ関連、僕がキャップあまり被らないのでこちらはさらっと紹介させていただきます。バッグも可愛いですね。この辺は前からあったものでしょうか。このハットもかっこいい。そしてこのキャップちょっと気になりました。この動画で前に購入した青いシャツにめっちゃ似合いそう。秋物ウィメンズの新作も少しだけご紹介します。この緑のジャケットめっちゃ活かしてますね。キスはウィメンズのアイテムでも男性が全然着れるものも多くあります。僕もウィメンズのクルーネック結構前に1着買って持ってますが、だいぶ調子いいです。はい、ということでここまでがキスフォール2022新作のご紹介でした。せっかくなので他の置いているアイテムも見ていきます。まず9月12日マンプロのアイテム、フーディーとスウェットパンツ、ロンティー、キャップがリリースされていて、 MLB のニューヨークメッツ、オークランドアスレチックス、ロサンゼルスドジャース、マイアミマリーンズ、シカゴホワイトソックス、全5チームをかたどったアイテムになってます。 MLB 好きにはたまらないアイテムですね。 MLB といえば先日この動画でドジャースモチーフの SB ダンクゴッテムして紹介しているので、よろしければ合わせてそちらもご覧ください。キャップはフロントにキス、後ろに各球団のロゴが配置されております。でここからがフォール2022のラインで、ちょっと前に先行して出ていたニューヨーク市立大学のクイーンズカレッジとブルックリンカレッジのためにラッセルアスレチックとキスで共同制作したアイテムのようです。クイーンズはロニーの出身地ですね。このコレクションのキャンペーンにあたって起用されたのがニューヨークを代表するコメディアン、そしてクイーンズカレッジの卒業生でもあるジェリー・サインフェルドを起用しルックブックを作成しております。
このルックブックがまたいつものことながら秀逸な出来でして、先ほどご紹介した新作も合わせてご覧いただけます。ウェブ上だとこの白い T シャツとパンツとキャップ以外は全て完売しておりますので、迷われている方は早めに行かれた方がいいと思います。そして T シャツも新しいデザインが結構出ていて、この辺はインストアオンリーでしょうか、サッカーモチーフの T シャツ、花の茎、こちらでキスを表現した面白いデザイン、他にも多々置いてありました。先日発売されたベアブリックも販売されているのか分かりませんが、現物は置いてありました。世界中でここでしか見られないキス東京のシンボル、アーカイブタワーです。その美しい作り、中に入っているスニーカーにいつも目を奪われてしまいます。スニーカーも少しだけ見ていきたいと思います。はい、仕事で全然並びなんていけなかったんですけど、9月9日に発売されたニューバランスコラボの 990V2、 この2足展開で V3 の方は完売のようでしたが、こちらのカラーはこの時はまだあるようでした。続いて9月16日発売のエアマックス1クレープヘンプ、2004年にリリースされたモデルが17年の時を経て初布告されたもののようです。カラーは秋寄りですね。素材はいろんなものが組み合わされてますが、目の粗いヘンプ素材が非常に涼しげな印象も与えてくれます。スウォッシュとタンロゴのティファニーブルーがいいアクセントを生んでおります。はい、ということでちょっと遅くなってしまったんですが、こちらが9月17日秋物キスの新作ご紹介でした。で、おまけです。9月の22日からまたおそらくインストアオンリーのアイテムがいくつか出ていて、翌日9月23日ヴィンテージシリーズゲリラがあったので行ってまいりました。それではご紹介していきます。まずこのフディ、白ベースにブルーだったりオレンジですとかイエローですとか、複雑な一個一個個体差がありそうなデザインになっております。直近でブルーやオレンジのスニーカー紹介しているので、それと合わせたら良さそう。続いてフーディをキャンパスにしてちょっと怪しげな森の中の一コマを描いた作品です。次に僕が好きなクリームカラーのロンティ、フロントはシンプルにひし形のロゴがあり、バックがこれ綺麗なんですよ。かなりリアルな描写の森が描かれていて、右下の方にはオジカとメジカがいます。つがいですかね、それとも兄弟でしょうか。左側の下に流れる小川で喉の渇きを潤そうとしているような一コマ、こういうの好きですね。そして T シャツが2カラー、バックプリントには山が描かれております。おっと、これシャツとジャケットでもありましたが T シャツでも出るんですね。狼のもあったようですが、この日は売り切れてしまったのか見かけませんでした。そして自然系が続きます。樹木の幹の部分でキスを表現した T シャツ、続いても T シャツ2カラー、これデザインめっちゃ綺麗でした。花の中心にキスの文字があって、そこに止まる蝶々、蝶々といえばこの動画内でバタフライモチーフの今年の夏ガチガチに秋田県来まくってるキスのイケイケなシャツ紹介してますので、合わせてご覧ください。はい、ということでアイテム購入いたしました。今回はご紹介した秋物新作ではなくて、ゲリラで出ていたヴィンテージティーを購入いたしました。ちょっとかなり時間のない中、かつ人も殺到していてですね、僕もガチで集中して選びながらなので、ヴィンテージの方は撮影している余裕もなく申し訳ないんですが、気に入った一着を買うことができました。またおいおいそちらはご紹介したいと思います。秋物の新作もいいアイテムいろいろ出てたので、また何度か足を運びたいなと思います。はい、今日の動画はここまでです。今後もスニーカーや秋田県の好きなものをご紹介していきますので、ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録お願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。